お疲れ様、片山慎吾です。いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日は、手、中、クラブ、外の真実をお話ししたいと思います。まあ、あの、僕の YouTube でですね、えー、バックスイングの上げ方について話をしてると思うんですが、えー、手、中、クラブ、外っていうフレーズを僕も結構使うんですが、一体何なの えー、実際どうやったらできるのっていうことが多いと思います。これをですね、簡単にわかりやすくできるドリル。これ球打たなくてもいいです。自分で鏡、まあ今だったらスマホでですね、後ろから撮ってもらって、えー、形をチェックしてもらえれば、あ、本当だ、手中クラブ外になってるなっていうことがすごくわかる、えー、ドリルを紹介したいと思います。これ僕も。 えー、球打たないで、えー、バックスイングの練習とかですね。えー、そういう時にやってる練習なんで、やってみてください。えっ、ー、とですね、まず、左手構えますね。左手構えます。で、いきますよ。こっから大事です。左手のこの、上げる時に、いろんな上げ方あるじゃないですか。こう上がっちゃったりとか、まあね、インサイドに、まあ開きながら、こう上がっちゃう人とか、アマチュア多いですよね。上に。 上に手だけでこう上げちゃう人。これをどうやったら手中クラブ外になるか構えたらまずこのコック、こっちの方がいいか。これをですねコックをまず上げます。手首の関節だけで上げる。で次にすることはこの右手を左の脇の下に入れてください。まず 手首コック使って次左の肘に脇寄りますであとは回転させるですさあこれすごくないですか手首上げる肘入れるで回転させるそうすることによって完全な手中クラブ外っていうことが理解が できると思います。これ極端にやってますからね。でも今の PGA ツアーの選手を、多くの方がやはり手、中、クラブ、外を分かりやすくやるためのドリルです。上げる、入れる、回転させる。はい。こうすることによってバックスイングの前半の手、中、クラブ、外、これの真実。 といいいうのが分かっていただけると思いますこれはあくまでも球を打つ必要がありませんあくまで手首体の使い方手中クラブ外がどういうシステムで起こってるんだっていうことが分かりやすく説明をしているだけなのであくまでもバックスイングの本当のの入りの前半ですもっともっと詳しいことも話してますし。 これから話していきますので、ぜひまた楽しみに見といてください。